アンディ・ドロネーは欧州サッカー連盟の初代事務局長。フランス・パリ出身。アンディ・ドロネーはパリのサッカークラブでプレーした後審判員となった。しかし、試合中にボールが顔面に当たった際に口に加えていたホイッスルによって歯を2本折ってしまい、これを機に彼は審判をやめてしまう。1906年23歳でフランスインターフェデラルコミッティの事務局長に 就任した。CFI は1919 19年にフランスサッカー連盟となるが、彼は引き続き事務局長として止まった。1920年に国際サッカー連盟に引き抜かれ、競技規則に関する指紋委員となった。1924年から1928年までルール制定などを行う国際サッカー評議会に FIFA 代表として参加。この頃、ジュールリメによって、 FIFA ワールドカップの開催が提案されると、1927年、アンディドロネーはワールドカップ実現の第一歩としてヨーロッパ選手権の開催を提案。しかし、ワールドカップの初開催が決定した後、FIFA はその準備に追われ彼の提案は見送りになった。1954年、欧州サッカー連盟が創立。初代事務局長となった。 アンディ・ドロネーはヨーロッパ選手権を実現するべく奔走する。ところが翌年彼は病にかかり、欧州選手権の実現を見ることなく、この世を去ってしまった。彼の意志を継いで、息子のピエール・ドロネーが2代目の UEFA 事務局長に就任。とうとう1960年に初めての欧州ネーションズカップがフランスで開催され、この大会の実現に尽力した彼の功績を称えて、 優勝トロフィーはアンリドロンーハイと名付けられた。アンリドロンーハイその功績からフランスにおいて1927年にレジオンドヌール勲章を除勲。2005年グロナージュスポーツ受章。ありがとうございます。